たける心を殺すことある。今回の動画は東京都の世界一弱い男塾さんの提供でお送りします。ご支援いただきありがとうございます。これからも応援よろしくお願いいたします。僕には誰にも話せない悩みの種があるのです。未来の自分に宛てて書く手紙なら、きっと素直に打ち明けられるだろう。今負けそうで泣きそうで消えてしまいそうな僕は、誰の言葉を信じ歩けばいいの。一つしかないこの胸が何度もバラバラに割れて、苦しい中で今を生きている。あ、いらっしゃいませ。おさらちゃん大丈夫です。おさらちゃん、よろしくお願いします。すいません、よろしくお願いします。あっちでもいいですか。僕どこでも、はい、いいです、お貸しします。下畑さんが出た時の生配信の時にお会いして以来ですよね。そうですね、5月かな。あれ、5月ぐらいでしたっけ。5月か4月か、そんぐらいだったと思うんですけど。そうだ、水曜日のダウンタウンのオンエアに合わせてあれを撮ったはずですよ。あ、そうだったと思いますね。直後ぐらいだったような。あ、そうですよね、はい、あ、よろしくお願いします。あ、すいません。僕は天心木村さんを岩手行くから、なんか吉本の社員さんから、あ、はい、岩手行くんだったら紹介しますって言って、ああ、ありがとうございますって言うので、はい、そしたらなんかその、あの、広瀬さんめっちゃ面白いって言ってて、そう、もっとなんか実力が認められてほしいみたいな、なんかニュアンスの、なんかどういう考えで考えてたのか忘れてたんですけど、その中2、3人話すって中で、あ、広瀬さんいて。つい2週間ぐらい前に、木村君に会ったんですよ。あ、そうなんですか。で、そういう風に言ってたんですけど、嘘だと思って、あの、すっごい僕のことバカにするから、あの、いつもそういうこと言うんですよ。なんかその、木下さんを推薦しておきましたとか、嘘ですよ。だから、この間も僕見たよって言ったんですよ。外録。したら、木下さんを三谷さんに推薦しておきましたみたいなこと言ってたから、またその、ボケで言ってると思ってました。ボケじゃないですか。本当に言ってくれてたんですね。嬉しい。あ、そういう、あ、それはなんかね、そういう話、あの、芸人さんが言うってことはなんか、よい、なんか、あの、正しいじゃないですか。なんか、そういう紹介で話聞いて、後悔したことを言ってもらったから、あ、じゃあ、その、ありがたいですね。で、しかもちょうど、下畑さんから、あの、まあまあ間も空いたし、はい。コンビって近すぎると、大体同じストーリーを追うことだから、なんか、そうですよね、この話最近聞いたんだけど、みたいになるから、なるべく間を置こうっていうのを、はいはいはい、ファイブギャップさんで学んで、あ、そう、要はあの、久保田さん聞いた直後に秋元さん。はいはいはい、はい。それ、あ、そうですよね、そうなりますよね、とか、あ、本当そうですよね、この赤さん出会いますよね、とか、あの、あ、レッドカーペット行って、そうですね、ちょっと意外と行った、あの、レッドカーペット軍団入りするけど、そこから続かなかったんですよね、とかです。僕も結構見させてもらってるんですけど、はいはい、三谷さんだいぶ詳しくなっていってるなっていうのは分かっててNSC の東京の何期が誰だとか、はいはい、そういうの結構もう分かるようになってきてるじゃないですか。で、あの、昔の東京の、吉本事務所があったとことかの辺のとこも結構みんな被ってたから、はいはい、そうですよね。だいぶ詳しく、そう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 、西大井移ってとか言って、はい、あの、今は神保町になると思うんですよね。もう先にだから言ったりもしますもんね。三谷さんが知ってるからも。九歳で何歳なんですか。僕43歳です。芸歴で言うと誰と同期に当たるんですか。僕26年目で、だから僕福岡吉本なんですけど、まあ、キャリアで同期で言ったら品川庄司とか、はちみつ二郎さんとか、笑い飯の西田くんとかですかね。なんか、だから、東京 NSC 一期生なんですよ、簡単に言うと。そうですね。18で始めてるから43なんですね。NSC に行ってないんですよね。はあはあ、福岡吉本って、今はあるんですけど、はあ、当時は NSC もなくて、はあ、もう入ったら、即デビューじゃないけど、はあ、もう1ヶ月も経たないうちに舞台立ってましたもんね。なんか、そんな感じでした。そうなんですね。はい。
出身は福岡ですね。生まれは熊本なんですけど、あ、なんか転勤族で九州ちょっといろいろ各地転々として、はあ、はあ、でまあ、今は実家福岡って感じですね。あ、そうなんですね、はい、何の仕事してたんですか。ちょっとよくわかんないですよね。どうですか、よくわかんないって。なんか、いや、転勤するから。転勤するんですよね。怪しい仕事じゃないですか。怪しい仕事じゃないんですけど、はあ、多分なんかよくわかんない、サラリーマンだったとは思うんですけど、はあ、なんかいろいろちょっと悪いこととかしちゃって。え、あ、そうなんですか。はい。え、それはあの、プライベートで、それと会社の中で。会社の中で、そのまあ横領的な、まあそういうやつですよね、とかで夜逃げしちゃったりとかしてるんですよ。僕が15歳の時とかに。お父さんですか。はい。え、じゃあお父さんは15歳からいないんですか。15歳でいなくなりました。へえ。お父さんがで、なんかすごい借金とか残して、だからおじいちゃんおばあちゃんの家とか、母方のおじいちゃんおばあちゃんの家とか、おじいちゃんで退職金とか、なんかそういうのも全部ね、なんか借金取られちゃったっていうか、返済に与えられて、それで返済し終わるみたいな、まあ、よく借金する人って、まあ、ちょっと少なめに言うみたいなあるじゃないですか。でも全然終わってなくてみたいな、そんなんバレちゃって、なんか夜逃げしちゃうんですよね。その時は知らないんですよ、当時中学生だし。詳しくはよく分かってなかったんですけど、まあ、後から聞いたらみたいな。で、本当、うちの親父が、3兄弟なんですけど、マジで3人とも夜逃げしてるんですよ。夜逃げの血筋なんですね。そうなんですよ。へぇ、すごいですよね。え、全借金ですか。いや、それもよくわかんないけど、多分借金系だと思います。で、全員もういなくなっちゃって。へぇ、はい、え、それで会ってないんですか。いや、で、15の時に夜逃げして、25で連絡来るんですよ。あの10年ぶりに実家に手紙が届くんですよ。それが、あの、この手紙を読んでる時、もう私はこの世にはいませんっていう手紙だったんですよ。はい。で、なんだろう、なんか自分が死んで生命保険の受け取りを僕にしてるから、そのお金で、あの、みんななんとかその勘弁してくださいみたいな内容だったんですね。で、まあ、うちのお母さんがもうそれ泣いちゃって、離婚してるんですけど、で、捜索願いを出してほしいと。あれってもう離婚してたら多分出せないですよね、母親は。だから僕が警察署に行って、息子だからっていうことで手続きするんですけど、やっぱ警察の方に言われるのが、こういうので見つかることはやっぱ少ないと。で、見つかるとすると、もう遺体になってる状況じゃないと、だから積極的にはまあ捜査できない、どこにいるかも分かんないですしね、まあ、そういうもんらしいんですよね。で、1週間ぐらいですかね、警察から連絡あって、はい、で、お母さんと2人で行ったんですよ。そしたら、お父さん見つかりましたってなって。え、生きてた。はい。静岡県のなんか河原の河川敷で昼寝してるところを職室で引っかかりましたって言うんですよ。なんかこうやって河川敷で俺の空みたいに、こう俺の空みたいに寝てたんですって。で、こう職室されて、で、見つかったんで、よかったですねって警察官の人がいっぱい集まってきて言ってくれるんですけど、すっげえ恥ずかしくて、なんか喜びじゃないんですよ。どういう恥ずかしさですか。ちょっとみんなニヤニヤしてるんですよ、やっぱ。死ぬって言ってた人が1週間経って昼寝してたから、全然その気ないじゃん、その気ないじゃんみたいなんで、ちょっとお巡りさんってみんなニヤニヤしてる感じがして、もうお母さんと2人でめちゃくちゃ恥ずかしくて、お母さんがもう殺してくださいって言ったんですよ。いっそのことね。はい。え、で、その静岡会いに行ったの。いや、会いに行ってないです。だから、そこで警察から聞いただけの情報です。そっから連絡も取ることもなく。へえ。そっからまた10年後なんですよ。35の時に、電話かかってきて、それが静岡県の病院だったんですよ。おお。で、あなたのお父さんが、今夜が山ですみたいな
電話で、あの、がんが進んでてステージ4で、もう正直もう余命も本当長くないし、で明日大きい手術をすると。で、その手術中に体力が持たない可能性があるから、来てくれませんかっていうのがまたその10年後に。僕も東京いたんですけど、大手術終わって、まあもうすっごい痩せて、僕は会ったのは20年ぶりになるんですかね、それは。もうすっごい痩せてて、もうかわいそうな感じだったんですよね。で、もう余命も少ないって言うから、母親も福岡から、その、また呼んで、話してたら、お父さんが、再婚したいって言い出すんですよ。え、その、ステージ4手術終わり？はい。うちの母親と。で、福岡に戻りたいというか、俺が死んだら、そのまた、年金、遺族年金っていうんですかね。今がお母さんに入るから、すごく楽になるし、あの、それで帰りたいって言って、福岡に連れて帰るんですよ。へぇ、再婚したんですよ。なんか僕の知らないところでも、話し合って二人で。へぇ、はい。あ、お父さんはどれぐらいなんで？で、そっから、8年行きました。おぉ。この間まで。お母さんはどんなテンションなんですか？お母さんはだからもうす正直すぐ亡くなると思ってたんですけど、みるみる太っていくんですって。なるほど。回復して回復して再婚した喜びなのか。で、仕事もしなくていいし、ずっと家にいてテレビばっか見てて、めちゃくちゃお金かかったんですよ。だから7年間医療費とか、はい、遺族年金がもらえるどころか。どころか、もう医療費がめちゃくちゃかかって、いや、まあ長生きしてくれてよかったんですけど、それで、お父さん亡くなったんですけど、母親も年金もらう年になってるんですよね。で、遺族年金ってもう、母親が年金もらうようになったら、どっちかしか選べないんですよ。圧倒的に母親の年金の方が多くて、あ、そうなんですか。もらえる額が。真面目に働いてたからとか。はい。本当お父さんはお金の面ではもう何にもしてくれなかったみたいな感じでしたね。なるほどね。お笑いとかいつからやりたかったんですか？人には言ってなかったですけど、小学生ぐらいの時からやりたかったんですよ。芸人になりたいって思ってて、クラスにね、すっごい面白い子がいて、クラスの人気者っていうのはまた別にいるんですね。スターみたいな人が。それは、でもその人たちって、なんかテレビで前の日会ってたやつを、なんかモノマネして教室でやったりするみたいな。で、すごい受けてるんですけど、その子はもう完全オリジナルの子で。真似とかじゃないです。真似とかじゃないです。ギャグとかもオリジナルだし、歌とかもなんかオリジナルで歌うんですよ。で、僕そこにすごく小学生ながらに感銘を受けましてですね。その子をすごく笑かしたいなっていう気持ちになるんですよね。そっか、自分が認めたナンバーワンセンスの。そうそうそう。へえ。だから帰り道とかにいつもこう、なんとか笑かそうと思っていろいろやってましたね。へえ。じゃあ芸人これが好きとかじゃなくて、そっちの方が強いんですか、やり始めたの？そっちの方が先ですね。で、そこからもちろんダウンタウンさんとかになるんですけど、なんかもうその時にはもう芸人になろうって思ってましたね。はい。ちなみにその友達はどうなってたんですか？いや、僕ももうだから転勤族で。あ、そうか。めちゃくちゃ転校してるんですよ、僕。だからもうそういう昔の人とは全く連絡取れてないんで。そうか、そうか、それこそお父さんの その借金のせいなのかわかんないけど。まあそうですね、いろいろあったんで、何してるかももう全く知らないですけど、どうなっててもまあ芸人にはなってないですもんね。そう、福岡でやってたら何だか分かりますもんね。うん。親とかにはいついいですか、芸人になるんですか？これ最初に言ったのは、だから中3ですね。あの、進路決めなきゃいけないってなって。あ、なんすか、もう高校目指しにそんな芸人になったの？あ、もうそうと思ってました。だから大阪に行きたいってなんとなく多分漠然とですけど、まあ、しかも家もそんな感じだったらというか。そうなんですよ。なんか別にもう普通の進路とかに目がいかないって感じですか？うん。で、親も多分びっくりしたんだと思うんですよね。僕そんな別に目立つような子じゃなかったし、
高校だけは行ってみたいな感じだったんで、高校は行ったって感じでした。だから勉強も何にもしてないですとか。うん、高校はまあしょうがなく行って、はい、一人で入るんですよ。一人で行くんですか。そうです。その時はオーディションも何もなくて、あ、僕だから福岡吉本に入るつもりもなかったんですよね、その時。だって大阪って言ったの。大阪行きたかったんですよ。その時はもう二丁目劇場とか、千原兄弟さんがやってるような時で、そういうなんかビデオとかを見てすごい憧れもあったんで大阪に行きたかったんですけど、なんだろうな、進路相談で高校の先生がなんていうんですかね、勝手に決めてきたというか、芸人になりたいって初めて言うんですよ、進路相談で。進学しません。はい。そしたら先生が福岡吉本となんかコンタクトを取ってくれて、はい。法律先生がそれ吉本で福岡町で電話するんですか。でしょうね。僕はだからそこ知らないんですけど、もう話がついてて、僕4月から行くことになってたんですよ。もう普通はなんかネタ見せとかするんじゃないですか。そういうのもなかったんでしょうね。同期も50人ぐらいいたんですけど、誰もオーディションとか何にもなかったですから。当時やっぱ芸人になる人なんてやっぱいないから、福岡だし、いやいないんですよ。だからクラスでももう先生にも絶対内緒にしてくれって言って、もう誰にも言わずにやってたんですよ。そしたら卒業式の日にどこどこ大学合格みたいなみんな貼られるんですよ。何々君どこどこ合格、大学合格みたいなのがバーッと貼られる中、僕だけ吉本興業合格っていうのを貼られちゃってでバラされちゃうんですよね。吉本興業行くの。はい。で芸人になるやつなんかやっぱいなかったですもん。学校に一人とかじゃないですか、本当。当時は吉本興業福岡事務所に入って、はい、まずどこに集められるんですか。なんか呼ばれるんですか。事務所に本当4月の1日でしたね。全員呼ばれて、所長の話聞いて、でも4月何日にはライブですみたいな、その同期だけのお披露目ライブみたいな。清水さんは最初からすぐに下畑さんって言うんですか。最初4人組だったんですよ。でめちゃくちゃ滑るんですよ、マジで。15分ぐらいやって、トップバッターで、はあはあ、でめちゃくちゃウケない15分って怖いじゃないですか。で僕すぐ抜けたんですよ、それを。あ、そこからもうやめさせてくださいっつって、はあ、はい。で一人でやってました。あ、そういう感じだ。はい。でもまたウケないんですよ全然、なんか漫談とかやってました。だから結構みんなでも入れ替わり立ち代わりコンビを組み替えるような感じでしたか、 NSC みたいな感じで。なるほど。はい。でその中で下畑にちょっとこういうコント書いたからやってくれないみたいなでお願いしたんですよ。あ、そういうなんか理由あるんですか、清水さん。まあ仲良かったんでその時も、最初から、初日からポコチンキングで、はい、僕が見てた方なんで。そうか、テレビ人気者だったの。そうです、そうです、そうです。スターというか、はい。だからそれからもずっと僕シマルと、まあ4人組は抜けましたけど、ずっと一緒に遊んだりはしてるから、その流れでちょっとこれツッコミやってくれないかみたいな台本持ってったんですよね。ちょっと下畑さん、下畑さん、そんな別にめちゃくちゃお笑い好きって感じでもないですね。下畑はもう全然違うと思いますね。ポコチンキングからの流れでなんか流れ着いたみたいな感じなんですね。うん、そうです、そうです。あの話聞いた感じだと、うん、なんかすぐ辞めそうな感じだったっすけどね。あ、そうっすね。ノリとしてはちょっとチャラい。そうです、そうです、本当にチャラい感じの人でした。チンコがでかいってことですね。はい、それでじゃあ一回やってそれが受けるんです。あ、それが受けたんですよ。へー。まあ大したことないネタだったと思うんですけど、初めて受けるんですだから人前で。でまたライブがあるから次もいいですかみたいな感じで。そうか、年上だから敬語なんですね。そうです、敬語でした。何個離れてるんですか。5個です。そう、最初はもうずっと敬語だったと思います。へえ、はい。敬語いつ抜けたんですか。いつ抜けたんだろうな。でもすげえ覚えてるのは、僕が多分敬語をやめようとしだしたんですよ。そしたら下畑が、いや敬語の方がいいけどねみたいな、
言い出したんですよね。で最初のムカつきみたいなのでしたね。コンビだと、はい、だいたいどこのコンビも年齢差あっても、まあ、そうでしょう。そ多分年上の方からタメ語にしようとか、うん、そっちの方が多分ネタとしてもやりやすくなるしとか、うんうん、下畑ってやっぱちょっとそういうちょっとマウント取りたかったのかもしれないですけど、敬語の方が俺はいいと思うけどな。謎のなんか、なるほどね、はい、ちょっとちっちゃいとこあるんですよ。ちっちゃいとこっていうか、なんかすげえそれを覚えてますね、はい。でもヤンキーでちょっとモテてる感じのマインドだったら、なんか芸人のそういう風習とかじゃなくて、あ、そうかもしれないですね。そっちもよく分かってなかったかもしれないですね。で自然にもう普通に対等になった感じですかね。その嫌がる、嫌な顔されてもなんか突き通したんですかね、一応。それは違うなって思ったんですよ、多分。はい。なるほどね。福岡吉本っていうのところに所属してる芸人さんたちの、その、生活はどんな感じですか、当時の。いやー、でも、3年目ぐらいに、やっと劇場ができるんですよ、福岡で初めて。そっからちょっと、もうずっと劇場にいました。忙しいですか？忙しいというかお金はないですけど、芸人少ないじゃないですか、数的には。なのに、毎日公演はやってるから、で、お客さんはあんまり変わらないんですよね。どうしても人口が少ないから、お笑いファンの。かぶっちゃうんですよ。だからもう新ネタどんどん作んないと、飽きちゃうしじゃないですか、お客さんがかぶるっていうことは。だから大変だったですね、その時は。あ、でもずっと量産し続けるんですか？なんか量産、なんとか量産してたと思いますね。へえ。ずっと劇場いましたね。なんか、バイトもせずというか。あんまバイトしなかったんですか？僕、本当に2年ぐらいはしてたかもしれないですけどね。そっからは、まあお金ないですけど、なんとかバイトしないで。へえ、まあ今劇場の収入だけで。テレビとかもまああったんで、ラジオとか、はい、花田さんがトップって感じですね。花田でトップです、トップで、はい、その下っているんですか？その下がまあプー&ムーさん、僕らの上が本当スパローズさんとかヒロシさんとか。ああ、はいはいはい、そういう劇場の生活が続いてて、なんか どうなっていくんですか、そこからは。そこからはだからまあ福岡のそのローカルのレギュラーみたいなのが、はい、あるんですよ。なんとなくもらえるというか、まあ僕ら運が良かったというか、ほんとずっと2年目ぐらいからずっとレギュラーがあったんで、テレビもあって、ラジオもあって、生活はできてるみたいな感じだったんですけど、このままじゃまあダメだと思って、東京に出てくるって感じですね。あ、そうだ。それで何年目なんですか？15年目です。33とか4ぐらいまで。うん、そんぐらいまでずっと、福岡いました。15年目出てきた時には、M1 とかの出場資格がないわけですよね。ああ、そうですね、なかったですね。もともとの方は全然コントする、ね、僕らコントしかしないですけど。ああ、はい、じゃあ、キングオブコントは出れるんですか？出れるんですけど、まあちょっと難しいですね。なるほど。そっからもどうやって、いや、それが来たはいいけど、はい、別に何もないんですよ。ああ、仕事的にね。はい。まあ、たまに劇場出れるぐらいのもんで、どうしていいかも分かんないというか、オーディションみたいなのもまああるけど受かんないですしね。で、何にもないんですよ、本当に。本当にダラダラしてるというか、ライブに出てネタするだけで、バイトばっかりしてました。だから東京来てからは。はい。ちなみに喧嘩してなんか解散だみたいになったことないですか？一回だけですね。だから改名するみたいな企画があって、おパタパタママから、あ、はいはい、僕ら、関サバオアジヘイっていうコンビになるんですよ。それ誰が考えたんですか？これは花丸さんですね。視聴者投票で決まるみたいなので、結局一番変な名前になるじゃないですか。もうノリで関サバオアジヘイってなってたら、そのどっちがサバオでどっちがアジヘイかをまあ決めてくださいみたいななるって、そのサバオの取り合いで大喧嘩したんですよ。
あ、ステーキ好きやつだ。味変が嫌だったってことですか？味変がもう嫌で、めちゃくちゃ嫌で、でも、僕がちょっともういろんな人に相談して、僕のが味変っぽいじゃないかって、ボケっぽいじゃないですか、ちょっとドジっぽいというか、で僕は味変にしようと思って、下畑に言いに行ったんですよ。下畑、俺が味変になるから、じゃあお前がサバオでやろうって。そしたら、いや、俺は下畑で行くって言ったんですよ。そこで僕もつかみかかっちゃって。へぇー、つかみ、うん、いや、ガチ切れなんですか？ガチ切れっていうか、もう僕、こんな覚悟決めて味変になったのに、もうサバオも嫌になってるんですよ。じゃあ、俺にサバオくれよっていうのもあるし、下畑と味変で行こうって言い出したんですよ。めちゃくちゃなことを。コンビ名が成立したんですか？でも俺は関サバオ味平っていうコンビの下畑だって言うんですよ。で僕だけが味平なんですよ。おかしいじゃないですか。確かに意味わかんないですよね。でなんかすごい先輩とかに止められた覚えがあります。劇場で喧嘩したんですか？ホテルです。東京でした。東京に仕事で来ててホテルのロビーみたいなところでした。ライブスタンドでっていう東京の大きなイベントがあって、それの宿泊場所がそのホテルで、花丸さんとかもいましたもんね。剣豪田中さんとかみんなになんかこう話された覚えがあります。へー。まあ結局コンビニ名も1年でまた戻っちゃうんですよ。あ、でもその関サバオ味変の状態で1年間やってた。1年間やりました。へえ。1年間結構味変やったんですか？いや、だから結局下畑と木下になって、ああ、関サバオ味変の木下と島っていうなんかちょっと変な中途半端な感じになっちゃって、なるほど、1年間やりました。意味わからんすよ。そうなんですよ。へえ。じゃあそれ仲直りするんすか？仲直りとか言ってるんですか？仲直りとかは別にないですけど、まあまあ次の日だと別にケロッとしてますよね。なるほど。それは関のこう圧力を生んだとかじゃないですよね。うん、だから喧嘩とか本当あんまないっすね。うん。今何年目ですか？26ね。東京来てですか？はい、東京来て11年目ですかね。あ、そうだ。うん。その時なんか思い出のことはどんなことですか？いやー、ほんとないなー。時折なんか大きいイベントとかに呼んでもらえて、うんうん、すっげー受けたりするんすよ。うんうんうん。本当にあの千原ジュニアさんのトークイベントとか出してもらって、へ、まあ、結構出れないやつですよ僕らとかじゃ。でなんかめちゃくちゃ受けたりして、そういうのが心の支えというか、で面白いって先輩にやっぱ言ってもらえるじゃないですか。そういうのだけで本当なんとか続けれてるというか、大観衆の前でバーンって受けたりする記憶ですよね。その気持ちよさが残ってるからやめれてないしもね。やめたくはないし、やめないためにどうしようみたいな結局考えになっちゃったって感じですかね。水曜日のダウンタウンとかは、1回目は体内時計。そうですね、2年前ぐらいですかね。体内時計チャレンジって言って、まあそれは10日間ぐらい監禁されてたのかな。はい。それはもうその時ご結婚されてる状態ですか？あ、もう結婚してます、福岡で。あ、そうなんですね。はい。番組名は分かってやってるんでしたっけ？1回目は分かってないですね。あ、そうですか。ついてすぐ言われるみたいな感じ。何をしてるかも分からずやってるわけですか？そうです、そうです。なんか偽の企画はあるんですよ、うん、偽の台本みたいな、はいはい、それだと思って言ってるってことです。それが繋がってこの前のだって1.5 時間ぐらい。ああ、そうですね。ありがたいことに面白くしていただきました。はい、あれもう本当の心の叫びが出てて面白かったですよ、吉田さんの。そうですね。ここまでしないとテレビ出れないのかみたいな。200何十時間もやっぱカメラ回してるから、はあ、何かしらあるんじゃないですか。そこをどううまく切り取ってストーリーにされるんだと思うんですけど、はあはあ、それが大変ですよ、作る人が。あれも何日間ですか？あれもあれ12、3日でしたね、確か。どんな気持ちなんですか？あの、まず扉開けたら、あの、雪原っていう。
あ、いやもう考えられないですよ。だからもう分かんないんですよ、説明がないから本当に。あ、 そっからどうしていいか分かんないじゃないですか、だって。ほうほうほう、はい、遠くで多分撮ってるんでしょうね、あれカメラとかも。分かんないですよ。どっちか、私が歩いてました。僕です。靴がなかったんですもん、確か。あ、すごい。いや本当にやばかったですね、あれは。はい、痩せました、あの日は。飯はね、ちゃんと出てくるし、美味しいし、不満はないですよ。あ、そうですね、不思議と。慣れていくし、ご飯出てくるし、だって、別トイレもシャワーもあるんですよ。はあ、まあ、暇なだけですね、だから。占いを待つって企画ですよね。そうなんです。ラッキーアイテムだけで脱出できるかみたいな企画ですよね。だから朝だけテレビ見て、あと暇なんですよね。もうだってご飯の楽しみにしてるだけなんで。ほうほう、うん。あ、そっか、そうっすね。なんかゲームもしてました。なんかいろいろ作ってやってました。スゴロクとか、クロスワードとか。ほうほう。反響はどうだったんですか、終わってから。いや、やっぱすっごい言われましたけど、僕もだからもう忘れてる感じというか、もう言われないし。ああ、はい、なるほど。で、それによってなんか、新たな仕事につながったとか特にないですか。ないですね。そうか、そうですね。申し訳ないですけど。いや、でも全然そりゃそうですよ。そりゃだって、使いにくくないですか？換金にだけ耐えうるっていう良さしかないわけじゃないですか。いや、そんなことない。換金する番組もないでしょうしね。まあ、よその番組がもし換金するにしても、使いにくいしでしょうしね。確かに。だから換金だけこう、もう1000倍特許で僕ら優先にしてくれたらいいんですけどね。各局が換金芸人としての、はい、こう枠をもらうというか、枠を、はい、じゃあ全然換金されますけどね。なるほどね。でもこうやってやっぱりでも喜んでたら換金されないですよね。換金を嫌がって面白くないと思う。そうなんですよ。だから結局心の底で換金を喜んでるやつをやっぱ換金しないですよね。あんま言わない方がいいな、喜んでることは。人気番組で1時間半も、いや、そうですよ。出れるって、出れるってないじゃないですか。もう最後ですよ。本当にもう一世一代でした。本当ありがとうございました。